時計仕掛けのオレンジは、イギリスの作家、アンソニー・バージェスが1962年に発表したディストピア小説。1971年に、スタンリー・キューブリックによって映画化された。バージェスは1937年から1940年にかけて、マンチェスター・ビクトリア大学で英語と文学を学んでいた。そこで、リン・イッシャー・ウート・ジョーンズという学生と出会い、 二人は1942年1月22日に結婚した。同年から彼はイギリス陸軍の軍事教育部門に勤め、ジブラルタルに派遣された。その頃本作品を書く一つのきっかけとなる事件が起こる。10日完成のさなか、妊娠中だった妻のリンは4人のアメリカ軍の脱走兵に領辱され暴行を受けた。バージェスはすぐに、 被告願いを出したが、希望は聞き届けられなかった。妻は後に流産した。バージェスは様々な国に住んだ後、イギリスに戻り、当時ひなびた海水浴場の町であったイーストサセックスのホブで3週間かけて本作品を書いた。1962年に発表。1971年にスタンリー・キューブリックによって映画化された。2005年、 タイムは1923年以降に書かれた英語の小説ベスト102の一冊に本作品を選んだ。また、アメリカの出版社、モダン、ライブラリーとその読者は20世紀の英語の小説ベスト100の一冊に本作品を選んだ。実質原稿は現在、カナダのマックマスター大学のウィリアム・レディ・ディビジョン・オブ・アーカイブス・アンド・リサーチ・コレクションズに保管されている。 小説は21章から構成されるが、アメリカ合衆国で最初に出版された際、バージェスの意図に反し最終章である、第21章が削除されて出版され、キューブリックによる映画も本来の最終章を削除された版を元に作られた。映画化に際して一部のエピソードを省略したり、複数のエピソードをまとめたりすることはよくあることだが、第21章があるか否かにより、 小説の印象は相当異なる。このため映画版は原作者であるバージェスが意図しない終わり方をしている。アメリカで第21章は復活して出版されるようになった。日本語翻訳版では1980年発行のアントニー・バージェス全集2巻で見ることができた。2008年9月10日、早川書房から第21章を含む完全版が発売された。 第21章では、回復したアレックスが新しい仲間たちと集い再び、暴れ回る日々に戻るが、そんな生活に対して、どこか倦怠感を覚えていたある日、かつての仲間のピートと再会。妻を伴う彼の口から、子供が生まれたことを聞く。アレックスは、自分も18歳になったので、そろそろ女でも作って、落ち着こうと考え、暴力から卒業しようと決意する。 しかし、子供時代には誰でも避けられない道だろう。俺の子供にもいつか若い頃の話をするだろうが、暴力の道に進むことを止めることはできないだろう。とかつて犯した犯罪は全部若気の至りだと、総括している。本作は、主人公の少年が一人称で語る形式であるが、少年と仲間たちは、未来の納豆サット言葉を使っている。この言葉は、古い語呂合わせや俗語。 ジプシーの言葉が混ざり、ほとんどの語根がスラブ語である。言葉の意味は、ある程度は、主人公により解説され、ロシア語を知らない読者でも前後の関係から意味が、わかるようになっている。原書の巻末には、用語解説があるが、日本語訳では代わりにルビをつけることにより、言葉の意味がわかるように工夫されている。役者である、犬井一郎は、ロシア語を元にした、 心臓語がヘンテコな上に、主人公の言葉そのものが乱暴で、文章としての体を成していない、シャレや英語特有の韻を踏んだ言葉遊びがあると、翻訳時の苦労を語り、また、悪文の見本のような文がこの小説の本体となっていること自体が風刺である。と述べている。ありがとうございます。